皆さんこんにちは、バレリーナの倉永美沙です。現在サンフランシスコバレーのプリンシパルを務めています。シーズンも着々と進んでたくさんの舞台を立たせていただいていたところ、3月からコロナウイルスの影響で舞台がシャットダウンしてしまうことになり、ただいまサンフランシスコにてロックダウン中です。正直バレエダンサーとして舞台に立てない、スタジオでのびのびと練習もできないというのは本当に辛い状況にあるんですけれども、嘆いていても仕方ないということで、自宅のスペースを使って毎日のトレーニングはもちろんのこと、オンラインでできるバレエイベントなどに参加したり、教えをしたりとかして、毎日忙しくやっています。人生の勉強もしなければいけないなと思って、お料理もたくさんしてますし、毎日健康的にお家で、お食事をいただいて、あとは本を読むとかをしてて、今ちょうど日本から山本康介さん、私の先輩にあたる方なんですけれども、で英国バレエの世界っていう著書なんですけど、これを読んだり、まあ、お友達から勧めていただいて貸していただいてる本とかを読んだりとかしてお勉強をして、今しかできないことというのを、まあ、探し求めて毎日試行錯誤しながら、頑張っています。皆さんはどうされていますか？一日一日を大切にしていこうかなと思っています。それでは皆さん頑張りましょう。皆さんこんにちは、バレリーナの倉永美沙です。現在サンフランシスコバレーのプリンシパルを務めています。シーズンも着々と進んでたくさんの舞台を立たせていただいていたところ、3月からコロナウイルスの影響で舞台がシャットダウンしてしまうことになり、ただいまサンフランシスコにてロックダウン中です。正直バレエダンサーとして舞台に立てない、スタジオでのびのびと練習もできないというのは本当に辛い状況にあるんですけれども、嘆いていても仕方ないと
ということで、自宅のスペースを使って、こんにちは、バレニーナの倉永美沙です。現在サンフランシスコバレーのプリンシパルを務めています。シーズンも着々と進んでたくさんの舞台に立たせていただいていたところ、3月からコロナウイルスの影響で舞台がシャットダウンしてしまうことになり、ただいまサンフランシスコにてロックダウン中です。正直バレーダンサーとして舞台に立てない、スタジオでのびのびと練習もできないというのは本当につらい状況にあるんですけれども、嘆いていても仕方ないということで、自宅のスペースを使って毎日のトレーニングはもちろんのこと、オンラインでできるバレエイベントなどに参加したり、教えをしたりとかして、毎日忙しくやっています。人生の勉強もしなければいけないなと思って、お料理もたくさんしてますし、毎日健康的にお家で、お食事をいただいて、あとは本を読むとかをしてて、今ちょうど日本から山本浩介さん、私の先輩にあたる方なんですけれども、で、英国バレエの世界っていう、著書なんですけど、I like how you